で、それでさ、しんくんがそういうふうに言ってて、なんかちょっと値打ちをつけてきたのよ、その高坊っていうのがさ。で、その後、なんかテレパで、あ、テンさんありがとうございます、いただきます。で、その後なんかテレパでなんかやってもいいよみたいな感じになったから、てめえふざけんなよみたいなさ、テレパシーで聞こえたんですよ、高坊がね。で、お母さんありがとうございます。で、俺そういうのダメだから、そういうのダメなのよ。ね。その何人もさ、こう、ジャケでさ、なんか金持って振る風な感じとかさ、なんかプロモとか作ってきてさ、やってもいいよみたいな感じになったから、お前ふざけんの、こんだけこんぐらいしかいねえんだろみたいな、いねえのに、言ってんじゃねえよみたいなさ、お前ら。まあ、そのアシュラってやつもそうだったけどね、アシュラっていうのは高坊がその時期に言ってきて、アシュラ今アメリカ飛んだっしょ。だから。お前が、お前俺とやって、なんかその仲間に頼るだけみたいな感じで、お前俺がここに何人いると思ってんだよみたいな。お前俺同い年だけで600人ぐらいは全然普通にいるよみたいな。お前ほんと当時とか、今でも2、300人ぐらいとすぐ集まんだよみたいな。年上とかも。で、新刊それを聞いてるだけみたいな。結構まずいよみたいな。ちょっと最後の方にちょっと出てきたけどね、当時ね。だからそういうのがあって、だけんだよみたいな。大体さ、もう俺とかなんか顔見ればわかるからね。俺どんぐらい喧嘩してきてると思ってんの？ゴーテックス30個あんだよ、ここに。それも全部閉めて、北海道から沖縄まで、飲んかったら喧嘩しようぜって言って、みんな、いとことか、親戚の兄ちゃんとかいいんだろうつって。物言い出しって全体もあるから、ちょっと北海道から沖縄まで。みんな田舎あんじゃんみたいな、大体どう言ってくれ、こんな生意気なやつがいるからって言って、マジでやったんだよ俺、ガキの時に、二十歳まで。で、お前高坊、お前なんか自分でやんねんだろって、結局まあ頭ぶってっけどみたいな、ふざけんな、そういうのやってねえからよみたいなさ。定番あるやつ全然ガンガン詰めるからね。この間、しんくんとかわかるでしょ、両方の